どれ何しよう。石ころを他人に投げつけたらあかんって親御さんに教わらんかったんか。投石は古代においては一般的な戦法でした。毎度毎度あなたには驚かされていましたからね。たまにはやり返して差し上げないと周防本家の人間として立つ瀬がないのです。なんやそれ。わしらも別に驚かそうと思ってるわけとちゃうよ。気配を消すのが癖になっとるだけやねん。悪気はなかったのだから許せと。その理屈だと畑を荒らす害獣も不快感を与えてくる害虫も全てを許さなくてはならなくなります。許したったらええやん。遠い未来には虫も殺せん善人やって評判になるかもしらんで。虫ぐらい殺せなくてどうしますか。周防は武門の家柄です。なんや、聞いてた話とちゃうっていうか、今日はえらい元気やね。最近はずっとボケーっちしててみんなに心配かけてるっち噂やったのに。なんなん、なんかええことでもあったん？毎日あなたが会いに来てくれるのが嬉しくて。ではなく、僕この世の真理を発見したのですよ。誰から教わることなく自力で大いなる悟りを得たのです。この世の真理？あ、僕の頭がおかしくなったと思ってますね。そういう顔をしてますよ、失敬な。打ち首にしますよ。冗談でもそういうことは言わんとき。それよりも、なんなん、お姫さん、どんな偉い発見をしなさったんです？今の発言は侮辱ですね。僕は守られるべき姫ではなく、人民を守って治めるべき武士の子です。そう教わってきたんやろけど、それは別に世間の常識とちゃうよ。まあええわ。それよりも、主藩が見つけたこの世の真理っちゅうのは何なん？興味ないけど聞いたるわ。どうせ聞かんと不機嫌になるやろ自分。はい、説明しますね。見てください、この美しい周防本家の中庭には何種類もの虫がいます。まあ虫ぐらいどこにでもおるやろ。宇宙空間でもあるまいし。ええ、そんな虫たちの一種、とあるアリの一群を僕は桜アリと名付けました。なんや、無駄に美味しそうやね、桜エビっぽくて。美味しくはないと思いますよ。口に含んでも蟻酸で舌を痛めるだけです。なんや、食べたことがあるような口ぶりやね。アリはいつもお菓子などを食べているのだから甘いのかと思って。って今はそんなことはどうでもいいでしょう。いやむしろ安心したわ。好奇心でつい虫を食べてまうとか、周防の坊ちゃまにもちゃんと子供っぽいところがあったんやね。忘れなさい。誰かに言ったら打ち首ですよ。はいはい、二人だけの秘密やね。指切り幻漫、嘘ついたら針千本。とにかく僕はその桜アリを贔屓することにしました。なぜなら、桜アリは僕の目を盗み、僕が大事に隠していたお菓子を盗み食いした犯罪者だからです。どういう理屈や。僕、お菓子など滅多に食べさせてもらえないので、ゆっくりゆっくり味わって食べていたのですよ。今日は一口、明日は一口と。そうしてタンスの中に隠してこっそり味わっていたお菓子に、ある日大量のアリが群がっていたのです。そりゃ、食べかけのもんを放置しとったらアリぐらいたかるわ。そうなのですね。また一つ勉強になりました。
なんでご大層な学問の知識なんかはあるのに、そういう常識を知らんねん。庶民の常識など知らなくても生きていける立場ですから、僕。ともあれ、そうして僕が得るはずだった滋養を得たアリたちは、他より優れた虫になったはずです。僕が他の人々と比べて上であるのと同様に、特別なものを糧としたのですから、特別な存在となっているはずです。まあ、そりゃ一面の真実ではあるけどな。どんな肉体になるかは、何を食ってきたかに依存する。つまり、育ってきた環境に。そうでしょ？そうして、僕の宝であるお菓子を食べて、アリたちは特別な力を得たはずです。絵の具で赤く着色し、見分けをつけやすくしたそれらのアリを、僕は桜アリと呼称することにしました。